皆さんこんばんは。本日の7の思うことあり、6月についてっていうか6月になりました。6月って古い用語で言うと水月、水のない月で水月って言います。なんかね、私その字を見た時に水がない月にしては梅雨だし何なのかなと思ったんですけれども、あれはなんていうかなしっていう言葉、漢字はついてるんですけれども、やっぱり名前としては名称の意味としては水の月、要は梅雨であるということをやはり意識した名前になっているようです。でこの6月なんですけれども、一般的には国民の祝日がなくてお休みの少ない月だと、ドラえもんののび太くんが嘆いたり、いろいろ、あるいはなんかちょっとかわいそうなのは、一般的には梅雨なので、なんか非常にね、なんかあんまり面白くないような月みたいなことを言う人もいたりします。だけれども北海道にとってはこの6月って最高の、季節と言われています。そういえば先日水島社長から、ちなみに北海道には梅雨ってあるのって聞かれました。ちなみになんか蝦夷梅雨というような梅雨っていうふうについているものはあります。ただいわゆる日本で梅雨というのは梅雨前線があって、それが雨を降らしていると思うんですけども、北海道の蝦夷梅雨というのは梅雨前線とは全く関係ない、季節的に、5月6月はちょこちょこ雨が降るので、それを蝦夷梅雨と言っているそうです。でこの最高の月と言われている6月の北海道なんですけれども、もうたくさんの行事があります。これからも特番でいろいろと番組放送されると思うんですけれども、まずよさこい、そして北海道神宮祭、そういったお祭りもありますし、そして何よりもやっぱりお花が相当咲いてくるので、いろんな公園とかでこの花が咲きますよっていうようなお知らせが出てきます。でやっぱりね、北海道っていると冬があまりにも厳しいので、なんかどうしてもこう季節のいい、このこれからの季節がすごく嬉しくなり、そしてなんか道民はワイワイとなんか週末になると出かけたりとか、畑仕事に勤しんだりとか、支笏湖行ったりレジャーに楽しんだり、本当に自然を満喫する、こういう月に、季節に入ってきます。あと少しの期間ではありますけれども、私もこの6月を、そしてこの夏をまたさらに楽しんでいきたいなというふうに思っております。本日の7の思うことあり、6月について語ってみました。